おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。はい、そうですね、皮が剥けてしまった。やねって言ってください。屋根が、はい、はい、これ栃木県の、うん、名草、はい、厳島神社、名草厳島神社か、はい、屋根の銅板、銅板ですね。いやもうな、銅板とか言うて、はい、銅板1630枚が剥ぎ取られて盗まれたと、うんうん、銅がね、今、はい、高く売れるから、うん、そうそうそう、はい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 、これ広島県の方じゃないですか、はいはいはい、あっちの厳島神社、厳島神社ではなくてね、はい、23日に足利市、はい、教育委員会が発表したんですが、はいはいはい、10月3日にですね、屋根から銅板がなくなっているっていうのを、はい、観光客の方が発見しまして。観光客の人じゃないと発見できなかったんですか。そう、ね、うん、うん、まあ、うん、そんなに人の出入りがあるところじゃないんでしょうね、うんうん、まあ、だから盗まれたっていうのもあるかもしれません。うん、で翌日の4日にですね、はい、警察とか市の方で確認したところ、うん、縦15センチ、うん、横56センチの銅板、うん、1630枚、そんなに、はい、そんなになくなってしまったんですか。はい、65枚相当が盗まれていたと。そんないっぱいめくったんですか。はい、もう一面全部取られたみたいですね、屋根ボロボロになってますが、はい、うん、ていうかそんなにいっぱい使われてたんですね。まあそうですね、以上も大阪城なんて特にね、うん、あれ屋根今緑ですけど、でもなんか見たところね、うん、なんかしょぼくれたようなあの厳島神社なんではい、はい、なんかそんな千何枚も使われてたなんていうことがね、うん、思いもよらない感じじゃないですか。うん、神社そうですね、屋根の銅板泥棒、廃墟、廃墟なんですね、屋根の銅板パクった外国人、うん、まあ、まだちょっと犯人は分かんないですね、うん、ただ外国人じゃないって言われてます、当たり前ですが、うんうんうん、まあ、昨日との仕業だし、はいはい、許されない、そうですね、うん、銅線泥棒ね、あいつは鉄板盗んでたんですね、うん、あ、そうですか、うん、そう、罰当たりなんで、やっぱ日本人はやらないと思うんです。そうですね、はい、後藤祐樹は今ね、市議会にやってますので、それはないと思いますね。ご大臣様、どなた様ですか。ねえ。まあ、ちょっとわかりません。まあ、そこはちょっと見てませんでしたが。いや、なんか、ねえ、なんか、だいぶ前かもしれないってことでしょ。だってこれ、最近取られたかどうかわからない。そうだ、10月3日に看護婦の方が、確認したっていうだけで、もうちょっと前かもしれない。その間に、一週間前なのか、前日なのかっていうのはちょっと、はい、そうですね。はい、誰も気づかなかったんでしょうね。護国神社なんかも山の上にあって、誰も来ませんし。護国神社もいろんなところにありますよね。寂しげな神社ですね、しかし、ここは、うん。そうなってくると。うん、で、ここなんですが、はい、国指定の天然記念物の、名草の巨石群っていう、はいはい、はい、はい。あの、パーッとこう割れた、でっかい石がありまして、はい、そうですか。はい。まあ、その中にあるんですが、はい、この巨石群には、まあ、被害はなかった。あ、まあ、本当に単純に泥棒ってことですね。もうとにかく銅が欲しい、はい、そんな方ですね。そうですよね、はい、まあ罰当たりっていう風なのは甘く見てると思うんですけどね、はい、その犯人は、うんうん、そう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 、罰が当たらないと思ってるんですよ、うん、当たりますよ絶対に、うん、そうそうそう、うん、で、足利市名草公民館の、はい、館長さんですね、はい、ため屋かな、ため屋さんが、ひろゆき館長、館長が、はい、はい、全国的に銅板の盗難被害が起きている中で、はい、とうとう名草の地元で愛されている厳島神社の屋根の銅板が盗難にあったということで、はい、非常に憤りを感じています、はい、物が戻ってくれば、うん、なんとかなるっていうものじゃなく、はい、それをちゃんと施工して屋根の形を作らなくちゃいけないので、はい、被害額として出されている金額、まあ、65万って言われてますが、はい、全然回収にかかるお金とかけ離れていて、はい、元通りに復元するとなると、はい、1000万以上かかるかもしれないと。なんか犯人に元通りに戻してもらえればいいですね。うん、そんな金がねえから、まあ、盗みをやってる連中ですからね。うん、じゃあだから犯人が直すんですよ。犯人に屋根の上に登ってもらって。いや、そんなやつね、神社の屋根の上に落ちちゃダメですから。まあね。腕か足切るぐらいじゃないとダメです、こういうやつは。
でこの神社の近くなんですが、はいはい、先ほど言ったその中央から2つにバッと割れた大きな岩があるんですが、はい、この岩がですね、はい、あの鬼滅の刃の、はいはい、主人公の、はい、鎌野炭治郎っていう、はいはい、あの緑と黒のね、一番模様の服を着ている、うん、そうそうそう、はいはい、彼がその剣の修行した岩に、うん、まあ、似てるってことで、うん、ファンの間では聖地になってて、あ、そういう観光客も訪れるような、そう最近になってそういう風になったら来てて、はいはいはい、でまあ、そういう中でこういう事件が起きたので、はいはいはい、まあ、ファンの方は、はい、まあ、聖地を汚されたと、はい、怪我されたということですね。怖いですよ、ファンのね、うん、あの恨みは、うん、でまあ、悲しい気持ちになると、うん、みんなで大事にすべきものを取ったりするのは許してはいけないと、うん、そうね、うん、いうことですね。もう厳しく罰してほしいですね、うん、そうですね、うん、まあ、神様は罰するんでしょうけどね、うん、巨石群、原始振動の由緒ある、城や、そうですね、神様の罰も、速攻性遅延遅効性、瞬時か永続的で言われますから、うん、7代たたる、うん、一番怖い、そうですね、怖いですね、うん、やつはが村のことみたい、皇室もね、しばらく男児が生まれなかった理由が呪いって言われてましたから、はい、あの分家のなんとか宮家がちょっと関わってるとかつって、はい、ずっとその男の子が生まれないように滅びるようにつって、はい、なんかずっとやったらしいんですけど、はい、なんかそれが最近になって和解の方に結んで、はい、で、その儀式をやめた途端に悠仁様が生まれたらしいです。悠仁様は単にラブラブした結果もあっただけです。俺は好意としてはそう思うんですけど、はい、はい、ジョージしか生まれてこなかった。ああ、まあね、種がね、うん。そうですね。とも言われています。はい、はい、うん。で、それから他にもですね、この足利氏。はい、はい、はい。はい、ものすごくてこういう被害が、うんうんうん、まあ、同一人物かわかりませんが、うんうん、まず、5月の27日ですね、はい、はい、足利市川崎町っていうところの、はいはい、川崎八幡宮、はいはい、の本殿、はいはいはい、の銅板が270枚、はい、400枚相当らしいですが、銅板が盗まれるんですね、やっぱり、はい、さらに前の1月ですね、はい、同じその川崎神社の敷地内の別の建物でも、はい、動画が盗まれてると、はいはいはい、それから、昨年10月ですね、はい、これは15日、はい、足利市田中町、うん、足利富士浅間神社、はいはい、神宮宮ってとこですね、はいはいはい、男宣言って言われてるとこですか、そうですか、はいはい、この本殿の屋根、はいはい、から動画盗まれて、みんなその屋根の上にどうやって登るんですかね、脚立かなんかでしょうか、うん、でそれからその次の日と、うん、翌々日の17日、16、17日は、はい、足利市西宮町の西宮神社、はい、はい、ここで銅板、うん、それから27日ですね、うん、はい、去年の10月27日ですが、うんうんうん、足利市、西川町かな、うん、はい、の、炙り神社の本殿ですね、はいはいはい、市内にある神社への被害ですが、はい、8ヶ月の間で10件以上あると。もう今すぐ他のね、足利市のね、うん、神社の方々は屋根になんか塗った方がいいですね。うん、いやー、まあ、ローションみたいな。あの、ほら、もう登った瞬間、もう落ちていくぐらいの。神様許してくれる、もう今日だけは、今日はいいって、今回はしょうがないってね、許してくれると思うんですけど。ドバルの工事現場でも、鉄板盗まれて、うん。なんか4000件ぐらい。あ、そうです。全国で。そんな危ないですね。ここ1、2年で。盗めず全員、人柱や。ねえ。鉄板は茨城の工場現場で道路に敷いてあったそうですね。あ、そうなんですか。まあ、そこだけじゃないですから。いや、もうね、あれやないですか、やっぱり。もう、気が気じゃないじゃないですか。まだ盗まれてないとこは、そうそうそう、最初から外しとこうみたいなね。外すというか、うん、まあ、なんて言ったらいいんですかね。まあ、その施工が、やっぱりその手でめくれちゃうぐらい、うん、まあ、簡易なものになってるっていうので。もうガチガチに何かに貼り付けるか、した方がいいわけですね。まあ、本来は、うんうん、まあ、でも、ただそれがね、昔のその、こういう建物の屋根に、それが現代の施工ができるからさ、多分ね。こう、瞬間接着剤みたいなやつでガチガチに固めるっていう。次のね、はい、張り替えでそれ大変になりますし。そうですね。だから、こんな
な事件が起きない時に作られてるものですから。そうですね。普通だったら考えられないようなことですからね。罠を仕掛けたらいいわ。そうですね。それは私も同じ意見ですけどね。日本人全員が全員ニコニコとおとなしい水口だったそうですけどね。それからこの他でも、はい、やっぱり山あいとか人気のないところに設置されている太陽光発電所の、はい、導線ケーブルですよね、はいはい、これがぶった切られて盗まれると、いやなんかダミーみたいな仕掛けたいですね。結局ダミーで持ってかれたらあれですか。ダミーってどうじゃない、あのダミー、いやそこに金かける人はないわけです。本来いやだからもうあのちょっとその辺に100円で買ってきたような、なんかこう置いとくとかね。それ持ってきます、ね、やっぱロードショーマークしかない。そうですよ。ですぐに屋根の上から落ちていってね、骨折して腰の骨折って逃げられへんところに警察が、まあ、あのね、入山する場所に、はい、人目に触れないようなセンサーを置くしかないですね。はい、で、この時間は立ち入り禁止ですよっていう風になってて、それでもなんかそのね、人が入ったって気配があれば、はいはい、誰か動くと。まあ、だからセコムみたいなのをね、うん、神社でも、うん、やってるんじゃないですか。いやそれはね、やっぱり予算が取れる神社でしかできませんから。氏子だけでね、こうやってなんとか持ってるような神社で無理ですからね。そうですね、お金のないような神社やったら、うん、そんなセキュリティつけられてられないもんね。そうなんですね、京都のね神社やお寺なんつうのはね、配管料からそういうの出してるんで、まだね被害とかないですし、まだ壊れてもね、なりますよ、直してね出ていきますけど、それでもやっぱり被害ね、この間台風で大きかったところ、ラクラマンでお金集めたりしますから。はい、そうですね、はい。で、まあ、お寺や神社ですね。はい、銅板とかね、銅線盗むって言っても、ほぼ外国人で見て間違いないと思うんですけど、はい。はい。はい。まあ、最近東京の寺でね、太陽光パネルの銅線盗んで捕まったのはタイ人でした。はい。で、こいつは4人だったかな、の男女が捕まってまして、90件ぐらいやったって自供してました。そうですか。はい。あの、10円玉は？え？ 10 円玉は銅じゃないの？銅ですけど、まあ、だから、なんですか。一応だから100円と10円買えてあげんで言って、あ、ほんま買えてくれるのみたいなね。はい、10円誰が買えるんですか、犯人が。もう外国人やったらその価値がわからない。10円玉は100円以上の価値があるっていう風に考えるのだったら持って買い行くかもしれないじゃないですか。誰がそれを買えてくれるんですか、100円に。何がその10円玉100円誰が買えるんですか、最終的に。いやだから違う、10円を持っていくんです。もう10円自体を溶かす、10円自体をの銅として溶かしても100円にはならない、ならないでしょ。ああそうでしょ、そりゃそうでしょ。いやだから騙すってことですよ。だから外国人を逆に騙したいってことですよ。騙してどうするんですか。何を、外国人騙したじゃあシャレですやん、そんな意味がちょっとわかんないですね。そうですか、はい。ゴキブリホイホイみたいなレベルするのもないよ。そうそうですね、私もそう思います。だから結局ヌルヌルするようなものを置くってことですよ。で、さっきから私が言ってるのは、まあそう、ずっと巻き続けないといけないですね。乾いたら終わりですからね。あとまあその後その周りの環境にどうなのっていうのもありますし、ボタボタ落ちてくるよね、やっぱり観光客も怖いですからね。山から滑り落ちて死ぬとかってありますから。だからまあそういうお金のないとこはね、はい、見張るしかないので、そうやってそうなんですよね。やらせといて捕まえて被害が、出ない瞬間ぐらいの、はい、手つけたらっていうところで捕まえて、はい、強制送還とかね。まあ外国人の反応じゃないですか。やらないになっちゃうと、そうですね、その、現行犯で逮捕もできないですし、はい、結局注意するしかできないんですよ。はいはいはい、まあ、何かしらその罰を与えたいってなると、はい、まあやられた後に捕まえるしかないんですよね。ただそれでも被害の方がでかいっていうのはあるのが、はい、まあいろんなジレンマにこうなってくるっていうのが、はい、まあ、ここ数年で急激に増えたわけですよ。はいはい、はい。はい。っていうか、ここ数年より前っていうのは、こんな事件聞いたこともなかったわけです。まあそうですね。はい、あ。これ完全に移民のせいですからね。はい。はい。というか、移民政策やったね、増税、クソバカ、ハゲカス、メガネのせいなんですが。はい。ハゲが付け加えられましたね。はい。仕事しないで犯罪でやるバカをね、はい、外国から輸入してきてどうすんだっつう話ですよ。そうですね。
の方、今回のタイ人の方だってね、はい、あのタイの方から、うん、犯罪者をね、日本が面倒見てくれるとかっつって思ってたら、もう お喜びしてるわけですよ。こんなならず者をね、日本が引き取ってくれてありがとうございますみたいなもんでしょ、向こうからしたら。まあ、タイの方っていうのはね、日本が、あのこと日本人のこと好きな方って結構向こうの国の方いらっしゃるんで、いやーこの罰当たりがあって、やっぱりタイの方でもね思ってる方いっぱいいらっしゃると思いますよ。じゃあタイの人が犯人やってことになってきたらね、いや実際タイのやつよりも盗んだんですけど、そうそうそう、まあ、しかも同じように仏教ですからね、まあ、これは盗んだのは神様かもしれませんけど、そういう似たようなものを信仰してるわけじゃないですか、結局。まあ、神道と仏教はね、厳密に違います。違いますけれども、まあ、そこは全くわからない方々じゃないと思うんでね、そういうのが。宗教ってものは理解してる人種だと思うんで。だから、要そんなんするわってことですよ。そうですね。むき出ししてる屋根瓦をどう守るか、難しいですね。そう、だから価値がない、はい、もので、それこそね、ひわだぶき、かやぶきで、はい、まあ、服とかっていう形になる。ああ、そうですね。ただ、その伝統的に、その、まあ、お寺とかっていうのは、ひわだぶきとかかやぶき多いんですけど、はい、あの、金閣でもね、あれ、確かかやぶきだったかなんだか、ね、周りは金箔で貼ってありますけど、屋根はね、はい、木なんですよ、うん、で、まあ、神社って割と銅板使うんですよね、うん、そうです、色がそういう色ですね、赤とあの色って感じですね、あの尺銅、尺銅っていうか、あの六章って言ってね、はい、銅がその酸化して緑色に、まあ、うん、そうだから赤とあの色って感じ、そういう色って変わってくっていうところで、はい、うん、で、まあ、何十年に1回かは張り替えるんですけど、うんうん、それがその銅、銅板を使わないといけない中に理由があるんであれば、まあ銅板になるんでしょうけど、うん、で、それこそそのね、セラミックとかにしたらいいんじゃないですかね。そう、だから銅メッキの、はい、うん、そのね、軽めの。そうそう、そういうので、はい、その、売っても価値がないようなものを作らないといけない気がしてきますね。うん、なんとなく。何、映像かな、映像は北海道ですね。いや、はい、なんとかって言葉を言います。エゾですか、でもこれ、イギリスみたいに移民に厳しくしてほしい、うん、クソメガネの罪は重い、うん、神社では、賽銭泥棒とか賽銭箱を放置しているので、はい、未だに、賽銭泥棒されません。そうですね、金属製で堅牢な財産を持する投資しないと賽銭箱です、ね、気を突っ込んだら加わります。右ジョイだ、あ、ジョイ、あー、はい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 、上位ね、はいはい、どこどこの変態みたいに防犯カメラでライブ中継するとか、うん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 、だからそのライブカメラとかの設置もやっぱお金がかかる、はいはい、うん、はい、まあ本気でうちこの方たちがね、地元の、うんうん、守ろうっていうなら、はい、まあ、うちこの方たちがお金出してね、はい、やるとは思いますけど、はい、うん、そうね、うん、っていうか、ものすごく時間がかかりそうな感じがするんですけどね、犯行に。うん、うん、そう、だから、重たいっていうのもありますし、入っていく途中で、感知して、やってる最中に現行犯で逮捕するっていうのが一番いいですよね。うんうん、そう、だから、そんな、ちょっと行ってね、うん、10分、20分で終わる話じゃないと思うんですよ、これ。かなり時間をかけて盗みに行くと、まあ、1600枚となればね、そうそう、すごい時間かけると思うんで、うん、1枚ね、1分かかるとして、うん、はい、ね、1600分かかるわけですよ、はい、何時間って感じになっていますから、ね、から1人ではないっていうのもあるでしょうけど、うんうん、まあ、それがビャーッとね、はい、下からもう本当に連鎖的にめくれるような形になってるかもしれないですよね。っていうかね、1個もポンと置いといたらいいんじゃん、入り口に1個ポンと置いといたら、それ誰か持っていこうとする人が出てくる可能性があるんでね。それダメよ、そうです、もう掴んだ瞬間にもう逮捕ですよ、その銅を掴んだ瞬間、そんな置いてありゃ誰が持ってくるんですか。そいつが全部の犯人だったらそんなことないと思いますよ。まあ、なんとかして取ろうとするやつを捕まえたいってことですもんね。楽をして取るやつじゃなくて、わざわざもう2階の屋根のとこまで頑張って上がっていって、取ろうとするその犯人を捕まえたいってことですよね。ちょっとそこら辺に置いてある銅をピッて持っていくような犯人ではなくて、それは意味ないでしょ、つって、うん、っていうことが言いたいんですよねってことですよ、うん、まあ楽やったら楽な分ええわ思って持っていく犯人、そんな1枚ってどうするんですか、うんうん、ラミさんこんばんは。こんばんは。不織布が表面にできると、それ以上不織布が住みにくいので屋根に使います。うん、そ
そうですね、うん、盗まれたくなかったら、屋根瓦を、同風のプラスチックみたいな、ね、同じような色のものに、ね、したらいいんじゃないかなと思いますけどね。いやまあ意味があるんだと思いますよ、銅でやるっていう、うんうん、はい、先生犯罪、てかまあ、あれですよ、おとり捜査ですよ。だからつまりは私が言いたいのはおとり捜査をやろう。それは必要ないでしょって、それだけ盗んだって、うん、検挙できませんよ。まあね、だから僕が言ったじゃないですか、だからね、はいはい、敷地に入った時点で察知して盗んでるところを現行犯逮捕をしないと意味がないんです、うんうん、そうですよ、そうです、私もそう思います。そんなそこらにね、1枚銅板置いといて、それ持って帰ったやつなんて処罰できませんよ。できませんからということですね。電気でも流しますか、だけ獣よけのね、春よけの銅作とか言うといて、はいはいはい、今日もパッパかわいい、ありがとうございます、銅柄を触ったらそうですね、まあ鳥持ちはね、動物が捕まっちゃいますから、害獣の罠みたく夜間トラップ仕掛けるとか、まあそうなりますよね、はいはいはい、それその倫理的に、はい、まあね、まあ動物よけですよっていう名目で、はい、ね、結果的に泥棒が感電して死にましたっていうのはまあありかもしんないですけど、はい、あ、まあその可能性があるもん。上から網が落ちてくる、バカ、あ、それありじゃないですか、上から網を、それが一番あれじゃないですか、はい、怪我しませんから、観光客怪我しないですし、観光客、あ、待ち、もし間違えてもね、登らないですから、だから、故意にそうやって盗もうと屋根に上がったやつだけに、はい、その何かしらの、機能を持たせるとすれば、その屋根にスイッチかなんか置いといて、はい、で、まあ、銅からその、ね、微弱な電流が流れたらそういうスイッチ変えるのもいいと思いますけど、はい、その網がバサッと落ちてくるのもいいかもしれない。網が落ちてきて、まあとにかくね、ものすごい音で警報が鳴る、うん、とこね、だから昔のドリフみたいにしてくださいってことです。いろいろ、肝試しに来たドキュンが引っかかる可能性も、まあ、別に引っかかっていいんじゃないですか、ババだからそいつらは、まあ、屋根に登ったってことになりますから、イノシシよけの電気柵、だからそれを本当に屋根にそのね、登ったっていうやつだけがそれに引っかかる、はい、そうそうそうですよ。そしてローションも、そうですよ、もう、さっきからありがとうございます、ローションに皆さん賛成していただいて、網に取り寄せて、鳥カット、ドキュン。久しぶりに聞きましたね、鳥カット。バカは死んでいいと思うんです。まあね。バーチャー当たりなことやるやつ。ただ、殺してしまうとね。あ、いや、結果死んだっていうだけでいいと思います。違うんですよ。殺すつもりはなかった。仲間のありかとかね、やっぱ、本当のね、その、操作してるその、やつっていうんですか、その、元締めって言いますかね。犯人を捕まえることができない。いや、スマホとかからなんとかなるんですか。だからやっぱり、生きたまま捉えてほしいですね。来た車とかね、そっから洗えると思いますよ。一人捕まえる。一人捕まえるか、一人死人が出るぐらいで。そうですね、ローション業者から案件来そうね、ローションってエッチやね、そうエッチね、まあ、エッチなやつですね、エッチなやつももう屋根中に巻いとけって言ってるんです、私。ペペローションでしょ。あ、そういう名前なんですか。そんなペペローション、一応ね、海藻由来のローションなんで、一応自然には、じゃあ自然なんだったら余計いいことなんで、それ巻いといてね、屋根に登った人がもうズルズル滑って、何これ何これってなって、もう屋根から落ちていくっていう、ズドーン落ちるわけですよ。で、そこに上から網がダーン落ちて、いやもう屋根に直接網かければいいんですと思いますけどね。その地面に網がかかるようになると観光客が引っかかるわけですから、はいはいはい、屋根だけに効果があるんじゃダメです。あくまで、害獣駆除目的の、罠、そう、と言い張るような形であれば問題ないわけです。ね、だって、ね、普通にしてたら観光客なんて屋根登らないわけですから、屋根だけに、電流とか、網がかぶるとか。たまたまあれですね、台風とか来てね、ちょっと水漏れてね、言うて、屋根の業者が登った時にね、ペペローションズの点数忘れて。そうやって面白くないと思うんですけどね。めっちゃ面白いですね、それ。はい。オールスター感謝祭みたいな。
オズミピペロス。まあもうすごいことですけどもね。セットは山口県でも折れたはずだ。結局やっぱ人通りが少ないような、はいはいはい、人の目がないような場所に家が出るんですが、もうやめてあげてください、そういうねお金のないような、いや別にお金のある神社を狙えって言ってるわけじゃないですけどね、はい、ないのにまたそんななくなったらもう余計なくなりますやんってことですよ。そうだから維持すらもうできなくなって、あの取り潰しになる可能性があるわけですよ。はい、はい、はい、大変ですそんな。電流、火花が、体を走る、これから冬場ガソリンぶっかけるのはいい、怖いですね。山は燃えますけど、はい、業者さん来た時は切っときましょう、そっちを。そうですね、そう業者さんの時はもう切っといて、いやだから時間帯で入るようにしとけばいいんじゃないですか、まずね。ね、はい、ここから閉山ですと、はい、お寺だったら閉山で、神社だったら神社にしまして、スイッチが入りますよと、はい、で別に実際入ってなくていいと思うんです。はい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 、はい、って書いときゃ、まあそうですね、行かないんじゃないですか。そうですね、はい、もうそうか、屋根に塗ってあるって最初から書くか、もうここで言ってるね。はいはい。ね、入り口に、この時間からこの時間の間は、はい、あの、害獣対策のために、はい、ね、あの、強烈な電流が流れてますとか、はい、言っとけば、はいはい、はい。そうですね。ペペローションがありますとか言ってると、多分バカが逆に来るんですよ。あ、そうですか。欲しい。バカがやりに乗るんです。登って、遊び出しますね。逆に良くないところです。ほんで落ちていくんですか、屋根から下に。それ迷惑で言うこっちに、この骨折って、そうそうそう、落ちて、はい。そうですか。そうやつは自分でぐらい。まあそうですね。そうですよ。行きたい。命がなければ体を奪うだけです。はい、橋の欄干や、こなに。ああ、はいはい。泣いたから。はい、どうや、新中国、そうですね、はい、うん、あの橋の名前、はい、書いてある、なんとか橋って書いてある板とかも盗まれてるんですよ、はい、え、そんな板なんかいないの。ほんの1キロぐらい の、はい、あの後半ですよ。あ、はいはい、あの三条橋とか書いてあるような鋳物でね、作った、はい、はいはい、ありますね、うん、あれを盗むんですか。盗んであるところが見つかったりして、あ、もうそしたらもうそれやめて木にマジックで書いておくことにしましょう、もうね。ね、盗まれたからそうなるのは仕方ないですけど、そうですね、まあ、盗まれること大前提やね、嫌ですからね。なんかここ数年は本当そんな事件ね、前まではなかったんですから、なんかもう声が出るようにしておきたいですね。屋根とかにとかね、そういう板にちょっとでも触ったら痛いとかね、もう声が出て、そっから東京が来るだけです。あ、そうですか。そして触ったら死ぬっていうような傾向書があります。そうですね、はい、飽きませんね、ほんとね。まあ移民による犯罪までの流れっていうのはおおよそ決まってましてですね、はい、まず一人が出稼ぎに来るわけです。はい、うん、あるいは留学とか技能実習生で来るわけですが、最初は仕送りとかしてるんですけど、そのうち家族全員が日本に来るんですよ。うん、あ、そうですか、はい、なんですが、はい、まあ、結局物価が高いので、はいはい、生活に困窮して生活保護を受けるようになるんですよ。うんうんうん、まだそれなら犯罪しないんですけど、はい、それでも苦しい、あるいはそのね、仕事しても苦しい、はい、あるいは技能実習生とか、はい、留学生なんか失踪した後に、はい、まあ不法就労とかで、はいはい、まあ、ほとんど生活できない状態になってて、うんうん、で結果的に犯罪に走るってことです。うんうん、はで、なんかそういうね、ああいうのに行ったりしないですか、あのキャバクラみたいなのに行ってみたりとか。あ、女の子の場合は、そういう女の子の場合は多分そうなんでしょうし、将来の方に、最終的に日本人のね、まあ、おっさんと結婚してとかってなるかもしれませんが、うん、そうですね、基本犯罪やってるやつは、ね、こう動画盗んだりしてるやつは大体男ですから、男ですからね、あとはまあそいつの嫁、うんうんうん、そもそもそういう風な関係で、はい、後から日本に嫁が来て、はい、あるいは嫁家族とかと、はいはいはい、
っちの方って結局家庭の人数が多いわけですよ、はいはい、ね、あの日本で一人だけだったら、はい、まあ、稼いでちょっと仕送りしてね、はい、で向こうで言うたらね、あの結構なお金になるので、はい、まあ、それでこと足りてたんですが、はい、急に全員呼び寄せるわけですよ。なんで呼び寄せんの？そこは分かんないです。ブラジル人もそうです。なんで呼び寄せんやろ、うん、まあ、日本の生活がいいんでしょうね。いやで結局やっぱり生活費が出せなくなって犯罪になるんです。いやなんか、まあ、それだけね、家族を大事にしてるって言ったら大事にしてることになるんですかね。呼び寄せたくなるっていう。嫁一人ならまだしもですよ、うんうんうん、一家総出で来ますから10人くらいになるそうですよ。10人、はあ、10人も来るんですか？だってジジババから何から、はい、はあ、で子供もたくさんいるでしょうし。じゃあ皆さんは母国を捨てるわけですか？捨てるのか、まあ、あとから帰るつもりでいいのか分かりませんけどね、うんうんうん、で一時的な、あの、ちょっと日本へリッチなんやって言うて、リッチな国らしいよ、いうことで、母国を捨てるわけでもないのに、とりあえず日本に行くわけですかね。行くっていうか、呼び寄せてつ、うんうん、最初に来た一人が。はい。なんでそんなことするのか全然わかりません。だから、政府ってバカなのはそこは分かってなくてですね。うんうんうん、はい。稼ぎ頭一人、ね、あの、例えばブラジルとか、東南アジアの方から一人呼び寄せると、その後にね、5人も6人もくっついてくるっていうのは分かってないわけですよ。結局生活できなくて、生活保護を受けるか犯罪者になるか、どっちかなんですよ。もうね、あのね、昔の人みたいにね、呼び寄せないでください。昔のフィリピンの、ね、あの、女性なんかは、来てもね、ジャパユキさんって言うんですか、昔の。みたいに、もうそこで稼いでに母国にお金を送る。そうそう。そういうパターンでね、やってほしいですね。じゃあ、本来そう。そうそうそうですよ。だけど、結局呼び寄せるらしいですよ。ちょっとねー。そのうちどう、違ってますね、どう盗まれるのか。不安以上のサイコパスに、見張りをさせれば、アルバイト済みを。そう。で、皆さんね、泣く泣く帰ってられるじゃないですか、そういうあの昔の方は。いや、帰らないです。だったら、あの、生活保護を受けられるんで。海外は成功者が、家族を養うっていうのが一般化してるらしい。日本で、日本人でも生きていくのが大変なそうなんですよ。そうですよ。外人部隊作って、そこに収容して、選挙区に配置。できればやりたいですね、それ。勝手にこっちに来て、繁殖してるわけじゃないです。向こうで繁殖した連中連れてくるわけですよ。うちの田舎、栃木市なんですが、出稼ぎのブラジルの方が多いんですね。言葉もわからないのに来ても、そうですよ、もう訳わかりませんや。税金も払わない奴らが日本で長期滞在するとされると、日本をジパングと勘違いしちゃうのなんか、昔の歌でありましたね、なんかこのガンダース、うん、そこに行けばどんな夢も叶うというね、うん、ガンダース、あ、ガンダーラね。だからまあ勘違いされてるんですね。なんとなくそのあまりにも自分たちの国が貧しいもんですから、日本に行ったらなんとかなるような気がするっていう風なね。じゃあ来るんじゃなくて呼んでるんですよ、うん、だから呼ぶのもそのまず第1回目の1人の段階からですよ。じゃあ一人の時は生活できるんです、うん、まあそうなんでしょうけれども、一人の時は生活できてて仕送りもしてるんですが、なんでか知らないけども家族全員を日本に呼び寄せるんです。男って呼び寄せるんですね。ほとんど男の人ですよね、きっと。それは女性じゃないような気がするんですよ。そうですよ、そうですよ。女の子は呼び寄せないような気がします。いやだから出稼ぎ来てるっちゃ大体男ですから、そうですね、そうですね。それはずっと言ってるんです僕は、うん、静岡西部やブラジル中国、比率何、いずれも多い。フィリピンかな。フィリピンかな。車買って、送るらしいですよ。ああ、そうなんですか。まあ。だから生活できると思って呼んでるのか分かんないですよ。もう最初からね、あの生活を受けるつもりで呼んでるのかもしれない。そう、だからそこが分からないんでね。家族一家5人できちゃって、ね、言葉も喋れないんで仕事もできないですとかつってね、無理やりその、共産党とかに、ね、話持ってって、まあ、令和の議員とかもいるかもしれないですけども、はいはいはい、そいつらが後ろに着くと大体生活保護すぐに降りちゃうんですよ。わかりました。私らが何とかしましょうとか関西弁で言うんですね。そうそう。で、5、6人の家族で、はいはい、大体30万円ぐらい出るわけですよ、生活保護、はいはいはい、もっと出るのかな、はい、で、さらに、
電気代、ガス代、水道、はい、NHK、年金、国民健康保険、はいはいはい、これらも全部タダになるってことは、実質40、50ぐらいの、はい、50万ぐらい毎月税金から出されてるって考えたらいいです。家賃もないですから。いや、よくわかんないですね。だからやっぱ中国人なんてだってね、入国してすぐ役所に駆け込んでる連中がいて、その日のうちに生活保護を受けてるっていう実態もあるわけですから。不法滞在者に社会保険、保障費、とか出すのとおかしいんです、本当に。最近周囲ではフィリピン等の、女性と結婚した男性が多いです。それもね、まあ、本当に恋愛して結婚したのか、ブローカーがね、国籍だけ渡すためにお金取って結婚させたとかいろいろあるかもしれないです。ロシアがウクライナが、稼ぎ場だよ。生き残ればですけどね。はい、友達のフリマを手伝ってます。商品が、安いので、技能実習生らしき人たちが集まってきますが、会話が成り立たないんです。それで仕事を覚えられるのかと疑問です。なるほどね。はい、自分に背が低い、女がいいとか、そういう意味で。めちゃくちゃ男性。まあね、だから日本に来るんだったら、それこそ本当にびっくりするぐらい日本語が喋るようになってから来るとかね。うん、あのね、だから家族の一人が、はい、まあいて呼び寄せるんだったら、その辺は別に通過してきちゃうわけですよ。っていうか、その呼び寄せるっていうか、まずその来る段階でそうですけど、来るやつは喋れるんですよ。いや、でもなんかすごいですね、出稼ぎってね。出稼ぎっていう発想がね、外国に出稼ぎに行くっていうその発想がね、15年代に家境なんてみんなそうじゃないですか。要はこんな物価の高いところに出稼ぎに来るわと思いますけど、まあそれが韓国よりも、まあ、お金稼げとですね、まあね、こういったこと陰で食い止めていたのはヤクザだったの、まあ昔はそうって言いましたけどね。YouTuber のアメリカ在住、警官ユリって女性が、在米の人は銃を買って自衛しろって、言ってました。法改正のことを受けてのことらしいですが、日本もやばいかもですね。まあ日本は銃社会にならないでしょ。まあとはいえ、ほら危ない外国人がいっぱい入ってくるとね、アメリカの銃を入ってくるか分かんないじゃないですか。アメリカ人がなんで銃を一般人が持てるかさ、政府を倒すためですからね。だから認められてるんです。はい。あ、そうなんですか。はい。で、チャイナの富裕層は、日本の、土地買いまくってます。そうですね。あ、そうですね。それも規制しないとやばいわけですよ。そうですね、最近。あのね、自衛隊の駐屯地のすぐ近くの土地を買い占めたりしてますから。あとなんか東京とかのね、めちゃくちゃ高い土地もね、いや、それは別に返しといてもいいかもしれないですけどね。買ってます。最後ね、またその辺の土地価が下がってね、二足三本で売らないといけなくなった時に日本人が買い戻せばいいわけですから。小学生の子供が通訳してた。いますね。小学校はなんとかね、その子供の時に、娘、息子が小学校で日本語覚えてきて、両親は喋れないと。います、います。そうですか。ガチボ憲法にありますね。政府を倒して、そうそうそう。政府を倒すため、そうですね。だから、強盗とかを撃ち殺すために銃を持っていいんじゃなくて、アメリカ人は自分たちの政府を倒すために銃を持っていいっていう許可が下りてるわけです。そういう風になってるだけなんですね。はい。はい。名目上。そうそう。はい。だけど、まあ、田舎なんかは、熊も出るし、ワニも出るし、蛇も出るって、小学生とかね、幼稚園のね、ぐらいから自分の散弾銃を持ってます。怖いですね。はい、ちょっと長々ね、はい、受け入れますが、一発目で。ということですね。はい。外国人は、早めにね、数を減らせるようにした方がいいと。そうですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。